大江橋大江橋は、埼玉県埼玉市大宮区宮町と、道区桜木町の間で、東日本旅客鉄道東北本線、高崎線、大宮総合車両センター及び、東武鉄道の打線と埼玉市道にかかる、埼玉県道2号埼玉春日部線の湖線橋及び、湖道橋である。東詰めには、大江橋交差点が、西詰めには、大江橋西交差点がある。本校では、 大栄橋と合わせて、両交差点についても記述する、大宮駅北方支金にあり、東北本線では、大宮駅、トロ駅間、高崎線では、大宮駅、宮原駅間、東武の田線では、大宮駅、北大宮駅間にある。また、東北、上越新幹線及び、埼玉新都市交通稲線の高架線を潜っており、東北新幹線では、大宮駅、小山駅間、 上越新幹線では、大宮駅、熊谷駅間、埼玉新都市交通稲線では、大宮駅、鉄道博物館駅間にある。大江橋は、大宮駅構内にあった踏切を解消するため、1961年8月に、公費2億2300万円で完成した。全長は、アプローチ部を含めて420メートル。橋梁部は、長さ63.9メートルのアーチ型であり、 片側1車線の福音9メートルの車道と両側に設置された福音2メートルの歩道で構成される。名前は1100予定の公募の中から選ばれたもので、大宮が一つになり、栄えるようにという願いが込められている。正式には、静音の大栄橋だが、開通時から大栄橋と濁って呼ばれることが多く、交差点名の英文表記もかつては大栄橋となっていたが、 2014年に交差点名の読みを正式な読み方に改めたことに伴って、本来は川越振動の交通量増大に伴い、戦前の1937年に計画され、翌1938年には人道橋である西町古戦橋が架けられたが、本体工事は戦争によって中断していた。戦後の1953年、 川越新道が二級国道129号に指定されたことから、大宮市は踏切解消を県や国に働きかけ、同年に工事が再開された。なお、再開前の調査では、川越新道踏切は1時間のうち27分しか開かない、開かずの踏切であった。1五十九年七月に、橋梁は竣工したが、東沈めのビルの立ち抜きが遅れたため、 歩行者と自転車だけに開放された。2年後の1961年8月30日に全面開通となった。本橋梁は特定非営利活動法人シビル街づくりステーションによる関東地域の橋百線に選出されている大英橋交差点大英橋交差点市内東部西部方面と大宮駅方面を結ぶ主要な交差点であり、 自動車の交通量が多く日中混雑する。太平橋西交差点では、買い物客が多くなる土休日に、周辺の商業施設駐車場の入出庫による混雑も、相まって、東交差点を支点に、南方向の市道と東西方向の太平橋が渋滞し、太平橋交差点まで続くことがある。新都心大橋大宮小杉橋太平橋。 埼玉県道35号川口揚尾仙台1、勝部古泉道路橋大英橋、大西古泉橋から新大宮バイパス、大英橋盆栽立橋国道16号、ありがとうございます。